天竺ネズミ科は、月目に含まれるとが。南アメリカ大陸、パナマ最大種はカピバラで、体長106から134センチメートル、体重オス35から64キログラム、メス37から66キログラムと原生の、月芝類でも最大。山クイ族は、体長22センチメートル、体重0.3キログラムと小型。カピバラ赤と、天竺ネズミ赤には、尾がない。 歯列は、門歯上下2本ずつ、旧歯上下2本ずつ、大旧歯上下6本ずつの計20本。前歯の指は4本、後歯の跡は3本。カピバラ族のみで、カピバラかハイドラコアラディを構成する説もあった。2002年に発表された、GHR 遺伝子のエクソン TT 化遺伝子の、イントロンミットコンドリア DNA の 12S ナの延期配列を決定し最大節約法と、 最優法によって行われた分子系統推定では、カピバラ族がモコ族と単系統群を形成するという解析結果が得られたため本家に含める説が有力とされる。以下の分類、英名は MSW3、和名は川たら2018に従う。草原、砂漠、森林などの様々な環境に生息する。植生は植物食で植物の茎。 葉、果実などを食べる。繁殖様式は耐性。生後1から3ヶ月で生成熟する種が多い。カピバラは生後18ヶ月で生成熟する。創生性。生息地では食用とされることもある。特に南米のエクアドルやペルーなどでは、クイの丸焼きが郷土料理の一つとなっていた。天竺ネズミは、インカ帝国時代には、家畜として飼育されていた。 19世紀以降は実験動物としても利用されている。ペットとして飼育される可愛らしい小動物で人間の良きパートナーとして実績がある。ありがとうございます。